クラブの、そして J リーグのレジェンドが加わり、クラブ史上初のリーグ制覇に向け準備が整ったセレッソ大阪。2023明治安田生命 J1 リーグ第1節、セレッソ大阪対アルビレックス新潟の一戦です。淀港桜スタジアムは厚い雲に覆われています。さあ、それではセレッソのスタートと予想フォーメーションです。4-4-2と予想しました。こちらのポイントはいかがでしょうか。まあ、守備から攻撃というところがまず注目ですね。そうですね。それでは一方の新潟のスタートと予想フォーメーションですが、ご覧のようになりました。 4-2-3-1 と予想しました。さあ、今度はロングボールを使ってきました。谷口、伊藤に託した。西尾との勝負、ドリブルでかわしてパスを選択、シュート、先制点は新潟。6年ぶりの J1 のゴールです。見事なゴールを決めました。うまく溜めて、まあ、自分たちのこう味方を上がる時間というのを作りましたし、まあ、最後シュート、まあ、逆サイドネットに抑えを意識した、まあ、しっかりと正確に、まあ、谷口の枠に飛ばしましたね。まあ、いいゴールでしたね。谷口だった伊藤がうまく相手のコースを消しながらね、まあ、前線からプレスをいってますよね。そうですね。タメダ入れ替わりたいんですが、なんとか入れ替わって山中、ワンタッチでクロス抜けてきてジョルニクルークス、レフティ同士のパス交換になりました。そしてクロス、ファーサイドヘッドだ。セレッソの同点、タメダが決めました。7年ぶりのゴールでセレッソ同点に追いつきました。ジョルディ・クルークスの左足からタメダ、 J1 7年ぶりのゴールです。まずは最初な、山中の鋭いクロスから、まあ、サイドに流れてきた、まあ、クルークスの左足のところですけども、まあ、低くて速くて強いボールなので、はい、マイケル・ジェームスも飛んでるんですけども、まあ、少し反応が遅れるんですよね。まあ、その背後のところにタイミングよく、まあ、タメダが入ってきて、まあ、ドンピシャの得点でしたね。狙ってますね。強いプレッシャー、ボールを奪って谷口のシュート、清水止めた。ボールを奪いました。セレッソ、レオセアラスルーしてきたのでしたが、マイケル・ジェームズ、あの辺のコンビネーションのところでしょうね。はい、ですね。引っ掛けて北野のシュートだー、小島のセーブ。決まれば J1 初ゴールというところでしたが、この北野、ワンタッチで谷口、西尾なんとかクリア、レオセアラ足首押さえてシュート、清水なんとか止めました。北野からスルーパス、マイク・マグレーター、シュート、枠を捉えることはできませんでした。レオセアラに代わって香川真司、原川に代わって鈴木徳馬が投入されます。山中ヘッドで落として、亀田、香川、山中に出た、加藤睦月が走り込んでいる、加藤の先、ジョルディ・クルークス、こぼれたところ奥野だ。セレッソ逆転、ここぞという時に得点する奥の見事なゴールを決めました。香川真司の起点から奥の逆転ゴールです。これは山中の左足のこのキックの精度ですよね。まあ、ニアでしっかりと釣って、まあ、こぼれ球に、まあ、チャンスというところでの判断を持って、まあ、奥のがこう高い位置を取っていると。ハイボールを蹴ってきます。ヘッドだ、そのままねじ込んだ。
千葉です。千葉か。いやー、ここで見事な見事な同点ゴールを生みました。そして、まあ、ヨニッチとこう競り合ってるんですけども、まあね、こう高さのところで相手を上回ったような形になりましたね。まあ、ここまでインスイングのボールは多かったんですけども、まあ、アウトスイングに変えて、まあ、高さをこう生かしきったような、まあ、得点になりましたね。コーが弾き返します。秋山フリーでボールを受けてワイドに出す中、鈴木浩二走り込んでいます。運んで運んでファーサイド、松田栄太郎シュート。最後ゴールキーパー清水。まあ、お互い攻撃出てますからです、ね。まあ、切り替わった瞬間は、ね、もちろんこの時間帯スペース出てきますし、ここでホイッスルです。最後の最後まで熱戦続きました。このゲーム2対2の同点で終わっています。勝ち点1ずつを分け合いました。